フレデリック・シェパード・コンバースは、アメリカ合衆国の作曲家、音楽教師、賛美会尽くしみ深きともなるイエスはの作曲者のチャールズ・コンバースとは別人である。1871年、マサチューセッツ州ニュートンに生まれる。ハーバード大学に入学し、ジョン・ノールズ・ペインに音楽理論その他を指示。1893年に音楽学により最優等の成績で卒業した。 その間、ボストンで、ジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィックにも作曲を学び、その推薦状を得て、ミュンヘンのヨーゼフ・ラインベルガーの下に留学する。1898年に帰国。1905年にアメリカ人作曲家として、初めてメトロポリタン歌劇場よりオペラを上演された。その後も、精力的にオペラの創作、上演に取り組み、欲望のパイプ、生贄へ、 船乗りシンバットなどを作曲した。コンバースは後に、恩師チャドウィックが院長を務める、ニューイングランド音楽院の教授に迎えられ、1938年に健康の不安から引退するまで、教鞭を取った。有名な門人としては、フローレンス・プライスやアラン・ホバネス、大沢・久サの名が挙げられる。1940年、マサチューセッツ州ウェストウッドにて高い。現在コンバースは、 兄弟音楽の作曲で成功を収めることのできた最初のニューイングランドの作曲家としてアメリカ音楽史にその名を残している。コンバースはアール・シュトラウスなどの同時代のヨーロッパの高機ロマン派音楽に根強く影響されていたが着想の源はしばしばアメリカ人の生活感情に根ざしている。例えば最初の公共史神秘のラッパ武器は ウォルト・ホイトマンの草の葉に着想を得た作品である。公共し、大衆者1000万台フリブル10ミリオンは、1927年に、フォードモデル T の総生産数10000000、大達成を記念して作曲された。同時期に、オネゲルによる、鉄道賛美のパシフィック231や、モゾロフの重工業の生産過程を描写した、鉄工場があることから、 このコンバース作品もモータリゼーション賛美の描写音楽とみなされがちである。だが、コンバースの表現は、この二人と違って、序児的、序女上的である。この公教師については、アメリカの大衆社会や民主主義のシンボルとして、大衆者が選ばれたという側面を見落としては、ならないだろう。または、コンバースと日本語表記したものもある。フレデリック・コンバースの祖先に、 音楽家は一人もいないことから、チャールズ・コンバースとは、血縁関係になかったものと思われる。ありがとうございます。